皆さんこんにちは。2023年5月28日放送のバラエティ番組ザ・プラチナリスト、スターが生まれた伝説の名簿に、2022年10月に戦力外通告を受け引退した元プロ野球中日ドラゴンズの平田良介さんが出演し、愛車を売却する様子が放送され話題になっています。そこで今回、平田良介さんにスポットを当てて深掘りしていき、他にもある噂を調査したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。平田良介さんは1988年3月23日生まれの大阪府大阪市城東区出身、現在35歳になります。当時2022年開幕1軍を迎え、代打や代走での起用が続きますが、5月10日に新型コロナウイルスの陽性判定を受け登録抹消となりました。7月12日に1軍に復帰すると、7月16日の阪神戦で2年ぶりに本塁打を打ちました。ただ9月19日に再び登録抹消され、シーズン終盤には翌年の戦力構想外となっていることが明らかになりました。10月4日に戦力外通告を受け、 NPB での現役続行を希望していました。独立リーグや社会人野球からのオファーはあったものの、 NPB 球団からオファーはなく、12月28日に現役引退を発表しました。2021年は開幕1軍入りしましたが、21試合で打率1割5分5厘、0本塁打、4打点と打撃不振により、4月24日にまた登録抹消されました。以降は2軍で調整していたが、7月4日に体調を崩し喘息、異形狭心症と診断されたのです。そのため1軍定着後最少の21試合出場に止まりました。5年契約の5年目が終了し、1億5000万円減となる推定年俸3000万円で契約を更改となりました。平田さんは2021年を振り返り、下記のようなコメントをしています。不振から始まり、怪我をして体調不良、プロ野球選手でないような1年だった。2打率1割5分5厘、0本塁打、4打点と打撃不振で4月下旬に2軍落ちとなりました。10月5日には自身のインスタグラムで異形狭心症の診断を受けたと公表し、球団も同日同じ旨を発表しています。現在の体調について平田さんは、バッティングは全く問題ないし、トレーニングも徐々に強度を上げていると語っていました。ここで平田良介さんと中田翔選手の関係性を先に伝えておきます。2人の関係は大阪桐蔭高校時代の中で、中田翔選手は本塁打を量産するパワーや身体能力など、打者としてのレベルの高さ以上に平田さんのスター性があふれていました。とにかくいい場面で打つ、外野の守備でも勝負所で走者を刺す、勝敗を分けるところでパフォーマンスを発揮できる平田さんみたいな選手でした。2学年上の辻内孝信さん、平田良介さんの怪物コンビが大きな注目を集めていました。その中で中村淳二さん、元 PL 学園監督に清原和博の高校1年時を思い出させたという左中間へ特大の一発を放つなど、衝撃のデビューを飾っていました。スーパー1年生という言葉が定着したのも、この時の中田翔選手の活躍からと記憶します。中田翔選手は3年生がライバルだったそうです。入学から同級生は下に見ていました。ライバルは辻内さんや平田さんでしたから、2005年夏の甲子園でベスト4に進出したチームにあってただ一人の1年生レギュラーでした。投げれば松坂大輔さんのような号泣、打てば清原和博のようなアーティストと絶賛されました。先輩である 150km 左腕の辻内孝信さんと主砲平田良介さんに競争心を燃やし、まさに大物でした。結構巨人ファンでも平田さんを獲得すれば都の話はありました。中田翔選手もいますしね。ただ若返りを図っている巨人では厳しかったですね。中田翔選手は平田さんに憧れてたっぽいですし、引退が残念そうです。10月平田さんは戦力外の通告を受け、他球団からのオファーもなく、17年間のプロ生活にピリオドを打つことになりました。平田さんは以下のように話しています。自分の中で現役続行をやっぱり希望していたんですよね。まだまだ現役でやりたいと思っていたので、ここの球団どうだろうとかいろいろ足を運んで活動はしていたんですけど、どこからもお声がなかったのですっきり辞めることができましたね。平田さんは妻と2人の子供の4人家族、
突然始まることになった夫の第二の人生について家族は次のように話したといいます。家族は応援してくれていますね。僕がやりたいことを優先した方がいいんじゃないのと言ってくれていますね。だからこそあたふたせずに地に足をつけてまずは落ち着こうと思いました。しかし現実は1年契約ではあれど固定給があるというのが当たり前だったのが、現役を引退してからはその固定給がない生活を初めて味わうので、高卒でプロ野球選手になる人ってバイトをしたことない人が多いと思うんですよね。僕はバイトしたことないので履歴書も書いたことがないし、それが35歳になって放り出されるんですよ、一般社会に。結構怖くないですか？そこで元 DeNA 投手万谷さんに誘われて草野球チームに入団します。平田さんは今年2023年1月この草野球チームに入団し、毎週自宅がある名古屋から大阪まで2時間半かけて通っています。誘ってくれたのは中学1年まで同じ野球チームだった万谷浩平さんです。万谷さんも DeNA ベイスターズの元投手でしたが、怪我に悩まされて3年で戦力外に。今は仲間と会社を立ち上げ、一足早く第二の人生を歩み始めています。平田さんは一流でやっていて収入がすごくあった中、仕事を探してやっていかないといけないというところで、野球が大好きな平田良介がブレなければここからの社会人というのは成功していくのかなと思っているので、そこは大切にしてほしいかなと。家族や幼馴染の支えを受けながら歩み始める平田さん、とはいえ仕事の探し方もわからず、手始めに SNS で仕事の依頼を受けることにしました。この日は野球好きが集まる飲食店での交流イベントに招かれました。自分を必要としてくれるのならとどんなところでも駆けつけます。そのイベントにてファンからの質問に以下のように答える平田さん。一番嫌いだったのはダルビッシュ有投手ですかね。だいたい一軍のピッチャーってストレートとフォークはすごいけどスライダーはそこそことか。ただダルビッシュ投手の場合はストレートもすごいしスライダーもすごいし、カーブもフォークもシンカーもチェンジアップもシュートもすごいし、全部すごいと心の内を明かしていました。そうして今までプロ野球選手として子供たちに夢を与えられていたところが、これからは現役選手ではないので指導の方で子供たちの夢の応援ができたらいいなと思いますね。引退して今は必要とされる新たなグラウンドで平田さんの挑戦が始まります。そして現在2023年5月28日放送のバラエティ番組にて愛車を売却する様子が放送されました。視聴者からは売却の際見栄を張る必要もないのでなどと語った平田さんの姿に一抹の寂しさを感じたとする声が上がっていました。プロ野球選手になって活躍したらこういうかっこいい車に乗れるんだよって。番組のザ・プラチナリストは神に選ばれし人物だけの伝説の名簿を作成、様々な大会やコンテストのナンバーワンに輝いたすごい人物だけを年代順に総まとめとするコンセプトのバラエティ番組です。2023年5月28日放送の甲子園ホームラン王歴代40年の人生追跡では、大谷翔平が取れなかった甲子園ホームラン王に輝いた男、村上宗隆より打った歴代ナンバーワン男は今として、歴代の甲子園ホームラン王に輝いた選手たちのその後を特集しました。前述した内容が少し重複しますが、平田さんは大阪桐蔭高校出身で高校通算70本の本塁打を記録した名バッターです。2005年の高校生ドラフト1巡目で中日に指名されプロ野球選手になりました。2022年オフに戦力外通告を受けると現役引退を発表し、17年間のプロ生活を終えています。番組では雨が降る中車に乗って現れた平田さんが窓を開けると、2005年ホームラン王大阪桐蔭出身の平田良介ですと笑顔で挨拶しました。愛車は約5000万円のロールスロイスゴーストで、プロ野球選手になって活躍したらこういうかっこいい車に乗れるんだよってちょっと見栄のところもあって買っちゃいましたねとはにかんでいました。その後現役引退を区切りにロールスロイスとお別れとして査定業者に車を見てもらった平田さん、売却を決めた理由について、これから2つ目の人生が始まりますのでもういいんですよ、見栄を張る必要もないのでと語っていました。平田さんの愛車は
2022年4月に公開された自動車に関する事業を展開するトップランクの YouTube でも一流プロ野球選手が愛車を紹介、平田さんの愛車に乗せてもらいましたとして紹介されていました。 SNS では高級車を売却した平田さんの姿に反応する声が相次いでいます。平田さんロールスロイス売っちゃったのか、凋落というか栄枯必衰の世界を見てるかのようで寂しくなるな、潔いな、どっちが良いとかではないけど、さすがに平田現役引退してロールスロイス売却したのか、プロの間は見え張るために乗るってのも夢を与えなきゃだし、プロは辛いね。元中日平田良介が紹介されたけど愛車ロールスロイスを売るとか悲しすぎるだろ、しかも雨の中。すごく賢いけど平田イコールロールスだなと思うからちょい残念とネットではささやかれていました。いかがだったでしょうか。現役引退してもまだまだ注目される元プロ野球選手はたくさんいますが、今回は元中日ドラゴンズの平田良介さんについてまとめてみました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。